はい、どうもこんにちは。はい、こんにちは。スプレーチャンネルです。よろしくお願いします。はい、今日もよろしくお願いします。はい、続きましての、はい、スプリットボード第2部でございます。来ました。はい、今回の2部は、はい、セッティングで。セッティングですね。ウィンディングをつけてみよう。はい、いっぱい穴開いててなんかちょっと並べましたけど、ビスもたくさんあって、なんか見たことない部品とかこうたくさんあるわけですよ。いや、本当に普通のスノーボードしか知らない人はもう本当見たことない部品だらけなんですけど。そうこれを組み立ててって、まあ、スプリットボードを完成させるんですけども、はい、はい、部品がたくさん多いので、はい、まずちょっと部品の説明から、はい、ビンディングね、はい、ビンディングをつける際に使うこうインターフェース、スパークパックっていう、はい、まあ、あの前にも説明しました、これスパーク R&D、はい、でこうカシャッとライディングモードするときにつけるインターフェース、はいはい、ね、左右はこれツーリングブラケットっていう、ツーリングブラケット、登るときに支点となるこうプレート、はい、あの歩くときに前回見せましたね、はいはい、こうヒールリフター、シャドウがあるときに登るときに出すワイヤーを支える、あ、台座をここの位置につける、はい、はい、まずは紐となる滑るときに使うこのインターフェースをつけてみたいと思います。はい。で、今回はこのスパークパックっていう、2種類あります。はい。スパークカンテッドパックっていうのと、はい、スパークパック。まあ、同じ名前なんですけど、カンテッドパックっていう。カンテッドパック。はい。どういうものかっていうと、これつま先のプレートを、これわかります？これ。お、なんか。そう、インサイド側に角度がついてるんですね。はい。そう、いや、こう内側にビンディングが内側にこう膝が寄せやすくなる。ああ、前おっしゃってましたね。そうそう、絞りやすくなるっていう。はい、なのでこうインサイド側に3度の角度がつくっていうプレートなんですよ。まあ結構ガッチリとしたプレートだし、ビンディングも結構メタルガシガシ使ってるものなので、意外としっかりとして硬いので、はい、まあ、自然と立つ立ち位置になりやすいっていうところから。うちはこのカンテッドパックっていうのを勧めてるんだよね。ああ、なるほど。まあ、なんか怪我して内側靭帯痛めてるからあまり膝絞りたくないんだよねっていう、あのフラットのものもあるので、あ、まあ、その辺はお客さんによって好みで選んでもらったりとかしてます。あ、そうなんですね。そう、まあ、サーフライドしやすい、膝絞りやすい、ちょっとスタンス狭めに感じるっていうところからこのカンテッドパックっていうのを勧めてるんですけど、はいはい、これつけてみたいと思います。はい。で、これがその定規的なものね、はいまあ、このスパークパックをこうカチャッと入れて、はい、ビンディングのつく位置、要はこれに入れないと正確な場所につけられないっていう感じなんで、はい、なんかこうつけちゃったらこれ自体がなんか抜け殻みたいな感じに見えるから、はい、取り付けました、これ必要もうなくなりますっていうものじゃないのなんかプラモデルのなんかライナーみたいな感じするからなんかつけてよし OK ポイッつってなんかいやあれ捨てちゃいましたって結構いるんだけど、悲劇ですねこれ取り付けするたびにこれ必要になるので、はい、これも絶対捨てないっていうか、はい、なんか別売りでも買えるんだけど、まあ、買ったらなんかちょこっとお金かかるから、はい、まあ、できればなくさない、壊さないっていうのが一番いいかなって感じがします。はい、はいはい、それではスパークカンテッドパックを取り付けたいと思います。はい、はい、これプラスドライバーです。はい。これめっちゃ優しいんだけど、はい。これビス本当、これ2本2本、2本2本って8本でいいんだけど、はい。ビス9本入ってて。予備ビス付き。予備ビス付き、嬉しい。優しい。優しい。さすが。バファリンかスパークかっていうぐらい優しい。そんなに半分優しいんですね。まあ、こう取り付け角度は25.5、後ろ足がプラス5度という感じの角度でつけてます。はい、だいたいスタンスは、まあ、その人の好みなんですけど、はい、このセッティングは52センチっていうスタンス幅で、はい、セットします。で、ビスの頭を全部を軽く入れてから、はい、全体的に締めていきますよ。増し締めってやつですね。そうですね。はい。で、後ろ足つきますよ。はい。はい、で、この枠を外して、おで、こういう風にセットされます。はい、はい、で、前足つけますけどね。あ、今度こっちの方に、ね、そうなんですよ、うん、で、またこのライナー的なものをつけてパチッと、はい、で、前足25度、ここにメモリが、切ってあって、はい、このパックも前後で、
角度をつけるとやっぱ幅も広がっていくし、はい、角度がなければこう縮こまっていくっていう。あ、なるほど、うん、そうなんですね、うん、このパック自体もこう全部自分はなんか経験値があるのである程度何度でどれぐらいの開き加減で、はい、上から覗いたらちょうどビスが見えるっていう位置がなんとなく分かってしまうんだけど、はい、まあいじってるといじくってるとなんとなく分かってくるんで。あ、経験値ですね、そうそうそう、ざっくり何個かっていうのをスタンスのチェックですね、ちょっとチェックだけしておいて、はい、スパークパックがつきましたと、ね、はい、でね、はい、これ外して、外して、おー、はい、バッチリですね、はい、ここで自分なりのポイントがちょっとあって、はいはい、この枠をつけた状態で、はい、ここに真ん中にこう穴が開いてるでしょ、おー、ね、こっちも、ね、うん、これが要はこうセンターにボードのこうちょうど、あー、なるほど、中の線の真ん中に来るようにセットすると、あとあとこうビンディングをつけたときに左右がつく位置が違ったりとかすると、またこうブーツビンディングのブーツセンターが定まらなかったりとかするので、なるほど、この自分はね、うん、みんなどうしてるか分かんないんだけど、ここの真ん中を板のセンターラインに合わせるっていうのを自分が気をつけてて、あ、確かに合ってますね、そう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 、あとはビンディングだけ、あとで説明するけどビンディングだけでこうブーツのセンタリングが出せるようになってるので、はい、うん、それも後で説明します。はい、まずはパックはそのセンターにこの穴を合わせてつけると後々便利っていうね、はい、はい、で次はツーリングブラケットとヒールリフターの台座になる部分ね、はい、取り付けていきたいと思います。はい、これももう規格が統一されてるので、はい、当てがうともうインサートビスの穴がもう見えるようになってる、まあ、ここに刺さるっていう感じなんです。なってますね。で台座もここに矢印書いてあるの分かる？ああ、本当だ、はい、これがこうノーズ側ですよってことで、うん、これひっくり返してもついちゃうんだけど、はい、うん、これ間違った付け方でヒールリフターのあのワイヤー上げたら力加わったらこのガチャンって戻っちゃうから、あ、これ向きとても大事で、なるほど、はい、ちゃんとこれノーズ側に向けてくださいねっていうことなんですね。そうなんですね、うん、こう上、矢印がノーズ側上ですよっていうことね、はい、はい、でツーリングブラケットが片側3箇所、ヒールリフターの台座が2箇所、はい、まあ、両方で6箇所4箇所ってなるわけじゃないですか、はい、これ取り付けビスなんですよ。もうすでに分けたんだけど、はい、要はこう3-3の6本2本2本の4本、はい、これ横から見たら、はい、このネジ止め材が黄色いネジ止め材と青いネジ止め材があるの分かる？あ、本当だ。しかもビスの長さが違う。あ、違う。そうなんだね。青い方が短い。そうそう、これ淡くって先走って何本か突っ込んじゃってから後から気づいたとかってよくあるんだけど要はこれ口悪いごめん先走っちゃってみたいな、これ3本2本、まあ、6本4本っていうのが、はい、ちょうどこの本数に照らし合わせるとなんとなく分かるよね。あ、そうですね。そうなのさ、分かりやすい。そうそうそう、なので3本はツーリングブラケット、はい、ね、これも全部入れたらダメですよ。先っちょだけ先に入れて1切れですね。そうなんですよ。これやっぱり個体差もあって、はい、まあ、人間が作ってるもんなんで多少気持ちずれてたりとか、あ、うん、それしょうがないですよ ね、 そうなんですね。製造過程の微妙なずれってやつですよね。そう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 、だからこのツーリングブラケット自体ももう入れるところが楕円だったりとかしてある程度のクリアランスがあったりとかしてんだよね。微調整できるようになってるんですね。そうそうそう、で全部の頭突っ込んでから全部締めていくっていうね、はい、うん、全部そんな感じ、はい、うん、でスプリットボードにつけるものは、はい、これで全てなんですよ。はいはい、インターフェースとツーリングブラケット、ヒールリフターの台座っていうのが、もともと板を買ったらこのチップクリップっていう先端のクリップと、はい、スプリットフックっていう連結部分は、あ、前回おっしゃってた、そうそうそう、引っ掛けるやつですね。そうそうそう、それはもうもともと板にはついていて、はい、別でつけるのはもうここだけなんだよね、はい、これが今全部ついた状態なんだけど、はい、ここで注意してほしいのが、はい、
この中で一番緩みやすい場所ってどこなんだって言って、はい、自分はやっててここのツーリングブラケットってここのビスが一番緩みやすいんですよ。あ、そうなんですか。そう、ここ要注意ね。まあ、全部チェックした方がいいんだけど、はい、特にここが緩みやすい。へー、意外と次ここで、ここがあんまりそうでもないっていうね。あ、そうなんですね。そうなんだね。まあ、ビスも長くて、まあ、1つのパックを2本ずつで止めてるっていうのは結構しっかり止まってる。はい、うん。まあ、なんですけど滑りに行くときは必ずビスはもう全てチェックした方がいいと思います。そうですね、日頃のメンテナンスはやっぱりちゃんとやった方がいいですね。そうそう、もうビスも、ビンディングのビスもそうね。はい、うん、それもチェックした方がいいです。はい、で今手に持ってるこの工具も、はい、これビンディングに一緒についてるんですよ、はい、このスパークって書いてある工具ね、これね。もうかっこいいですね。そう、ビンディングにこのツーリングブラケットとヒールリフターの台座も付属されてます。はい、はい、とこの工具も一緒に、これ別売りで買ったら2200円するんだけど、はい、これだけでもなんか結構買ってくお客さんも結構多くて、あー、めっちゃ便利だから追加で欲しいっていう。そうそうそう、でもうこうひっくり返すと、すげー、そうプラスの大きいの小さいのマイナスドライバー六角もこの3種類っていう。へー、で使うやつだけ出してで閉じてしまえばこれね、こうおすごい、これ欲しい。しかも薄くて、まあ、閉じてしまえばもうとんがってるところ何もないから、こうポケットの中に入れててもそっか、ウエアの中に入れていけるんですね。そうそう、転んでも入ったってならないっていうか。はあ、BC ってバックカントリーだけじゃなくて、はい、普通のゲレンデでももうウエアのポケットとかに入れてる。そうですね、うん、それはちょっと入れておきたいですね。これとても便利です。はい、はい、ただ続いて、はい、ビンディングをセットしてみたいと思います。はい、はい、ビンディングを入れる際もちょっとしたコツというか、はい、テクニックがあります。テクニック、はい、これね、シリコンスプレーって、あー、はいはいはい、まあ、要は潤滑油っていうか、スプレータイプ、これを要はここにスライドさせてビンディングを入れるので、はい、このスライドする部分にちょっとシュッシュッって一吹きしとくと、あ、滑らかに。そうなんですね、こうスライドしやすくなって、こうね、おお、こうやって縫っとくと、はい、スルって言ったじゃん。あ、ですね。きついところ見せればよかったね。でもそう、これだけで全然違うんだよね。本来はこれやらなかったら結構渋いっていうか、そうなんです。そういう感じなんですね。そうそうそう。まあ、滑りが悪かったらまたこうシュッと、まあ、シリコンスプレーもホームセンターとかで売ってるから。そうですね、そう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 、あ、そっか、そしたらこれ分かりました。これシリコンスプレー選んでるのは、うん、研磨剤とか入ってないやつを選んでるってことですね。なんちゃら556とかダメだよね。日本の大体556言われたらなんかは特定しちゃいますけど、もうほとんど答え言ってるようなもんだけど、あれはその研磨剤が入ってるから、はい、その CRC って言われるやつね。そうですね、削っちゃうから、まあ、当然ベアリングとかもダメだし。そうですね、まあ、多少、まあ、これぐらいスライドさせて入れるぐらいだったら何ともないんだけど、はい、うん、できればなんかシリコンスプレーとかの方が、シリコン製のスプレーとかの方がいいと思います。はい、でビンディングでこうパックをつけるときに真ん中合わせますよって言いましたよね。はい、でビンディングをセットするときはここのビスなんですよ。4つの穴開いてるんですね、そこね。開いてますね。そう、要はこれを今ヒールカップを一番前に出してる状態で、はい、はい、まあ、これをこう1段階ずつ後ろに下げていくとこう大きいブーツにセットするような感じになるけど。あ、なるほど。そう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 、もうその位置さえ決めちゃえばパックの取り付け位置で常にもうブーツセンターが出るようになるから。へー、うん、いちいちなんかこうセットしなくて もうパックをそこにつけとけばもうビンディングカチャッとつけたらもういい位置についてるっていう。へー、なのでまあセッティングも一回決めちゃえばとても楽になるので、その基準となるところさえしっかり決めとけば大丈夫だと思います。はい、はい、あとまあブーツ入れてみてストラップの長さ調整したりとか、はい、それだけをあとセットすればいいですね。はい、はい、から次はこうウォークモードにしたところを
連結部分を外して。歩くときは左右入れ替えて歩きますよって言いましたね。そうですね、はい、でビンディングはこのシルバーのポッチがなんかこっち側に向いてついてますよね、はいはい、あ前回あの一方向にしかならないって言ってたやつですね、うん、ツーリングブラケット部分に、入れて、はい、でトゥーバックルでこうバチンと止めるで、まあ、これでロックされてる状態なの でこれで歩くモードね、簡単でシャドウがあるところは、横のつまみでこうカチャッと下ろせば2段階ついてるってね。これあれですね、前回言ってたシャドウがあるところ、そうシャドウがある時に、うん、こうあふくらはぎビーンって突っ張っちゃうから、はいはい、これとても便利です。はい、はい、結構大事なのがこのハイバックのここの後ろの部分なんですよ。はい、これフォワードリンっていう、なんか聞いたことある。はい、あの角度つけるやつですね。そう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 、ハイバックの角度、はい、これ滑るときはこうなってるんですけど、はい、歩くときはこれをこう上に持ち上げてこのハイバックの中に収納するっていう。そうするとこうハイバックが後ろに倒れるんでね、横から見たら分かる。ああ、うん、はいはいはい。要は歩くときってストロークって足が前に出るから、ハイバックがびっちりブーツに触れてると足が前に出ないんだよね。あなるほど。だこの状態で歩いてると結構歩幅小さくなっちゃうね。あ、うん、歩くときはこのフォワードリンのこれ上に持ち上げてハイバックの中に収納してしまうと、はい、歩きやすい、歩幅も広くなって距離も稼げる。なるほど。でもこのまま滑るとハイバックに頼るものがないからうおーってなっちゃうから滑るときは必ずこう下げて、はい、この プレートのところで支えてもらうね。はい、これ忘れない。はーい、はい、でこれねまたなんかすごいギザギザして出てきてる。はい、これは何、これ、ね、クランポンって言います。これクランポン、はい、スキーアイゼン。あ、まあ、アイゼンってのは爪ね。はい、うん、はい、要はこう IC でカリッカリのところとかをスプリットボードのままで登ってったりとかするときに、はい、うん、こうガシッと食うようになってる、ね、へえ。これもここのツーリングブラケットのところに取り付けできるようになってて、はい、でさっきビンディングをつけたこのピンを刺すところの後ろにこの爪みたいのがあるんだけど、あ、ありますね。そう、ここにつけるんですか。そう、ここにスライドさせて入れるようになってるね。でこうカチャンと落ちるところがあるんだけど、はい、これちょっとでも行き過ぎたり、はい、こう入らない中途半端に入ってないところだったら、はい、こう下にカチャンと落ちないんだよね。あ、そう、いい位置に来ないとこのカチャンと落ちないですよね。なんでなんか入んねえなーみたいな感じでこう硬い状態のままでギュッてやるとこの爪とか壊しちゃうから、うん、もうカチャカチャカチャって動かしてちゃんとしっかり下まで落ちるところを見極めるっていう、ね、なるほど。そのレールのところがちゃんといい位置があるってことなんですね。そうなんですよ、ちゃんといい位置があるので、へ、まあこう下に落ちないってことは位置が合ってないってことだから、はい、うん、あの早とちんないということですねやっちまったとかってなるでこのままビンディングもつけれて、はい、こう雪で押されたらちゃんとビンディングと一緒にこう押さえれるようになってるんだよね。これね、へー、こうクランポンだけがスキーアイゼンだけがこうチューブラリンになることがないっていうね。へー、常に踏んでるときはこの爪が効くようになってるから、すごい。これでアイスバーン登るのも楽ですね。そうそうそう、結構片車のところとかね横に滑ったりとかするから、うん、これがあるだけで全然安心感が違う。へー、山に行くときは常に、ザックの中に持ち歩いてて、はい、やばいってなったときは、まあ、事前につけるのもいいし、歩くときにこうシャリシャリってすって邪魔になる、でもなんか滑って危ないって思いするぐらいだったら、危ないなと思ったらもう早めにつけちゃってもいいなって。でもお客さんにはもうつけた方がいいんじゃないとかって説明するからね。あ、そうなんですね、うん、そう、安全です。はい、もう滑ってつけ疲れて体力消耗するぐらいだったらもうすぐつけた方がいいって。そうですね、そうそうそう、はい、スプリットボードの歩くセットするっていう感じは以上で、こんな感じで説明がざっくり終わるんですけど、はい、次回さらに詳しくシールの世界に行きたいと思います。はい、はい、今日はまずはセッティングのノウハウをここまでで説明しました。はい、はい、それではまた次回に、はい、3回目待ってろよどうもありがとう。ありがとうございます。また。